お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちら超高回転のテスラ枯渇デッキやっていきたいと思います。というわけで前まで、ゴブギャンとかねよく使われてましたけど、もうここ最近はね好きですね。まあ理由としてはね、マザーネクロで結局豚にされちゃう。で、豚にされるなら、じゃあギャングである必要ないよねっていう。で、クエイクとかで処理されたり、ボンバー流行ってたりとかしてたっていうのもありますし、そういったところで、回転早ければね、プリンセス、ゴブリンバレルいっぱい出せて、いっぱい攻めれる。そして、いっぱい守れる。で、ロケ削りもね、優秀ですと。だからもう回転がすべて、高回転がすべて。というわけで、バレルで攻めて、スケ LSP ウッドプリント、もう一回バレルで攻めれるみたいなね、もう無限にバレル飛ばして、無限にプリン出して、攻めてね、守る、この枯渇今日はやっていきたいと思います。で、これがね、マジめっちゃ強いですね。もうびっくりするぐらい、なんか最初使った時にびっくりしましたね。あれ?こんなに?っていうぐらい、なんかね、なんだろう、マザネクとかに強いっすね、なんなら。そう、枯渇デッキって、マザネクとかマジックアーチャーとか、ホバリングとか、あの4コス系ね、すごい厄介なんですよ、ロケットだから。そう、早歩じゃないからね。なんですけど、全然ですね。さあ、これはもうロケ打ちます。本当はね、テスラで守りたいんですけど、なかったんだね。そう、ヤナアメホグ。テスラヤナアメホグ。で、ヤナアメとかだったら、ガンガンね、端前プリンとかしてもいい気もしますね。よいしょ。なんか相手がスペルがザップだけとか、なんかそういった場合はやっぱプリンセスが残るから、自分のねこの盤面に何体もないともプリンセスを延命させてあげてね、残すっていうのがあるんですけど、今回相手がヤナアメで結局ね相手に攻めヤナアメ打たれて行かれるぐらいなら、もう端前からね削ってやろうぜっていう話ですよね。さあ、ファルチェ、メガナイト、で、ここはテスラをしっかり延命してね。テスラ強いんでね。で、次1コスでもう一回ゴブリンバレル回せるっすね。さあ、これがね、強いんですよ。で、ゴブリンバレル飛ばして、ヤナアメ使ってくれるとね、おー、いいね。使ってくれたら、こっちのプリン残ったんですけど、いいですね。で、ゴブリンバレル、今、手前に飛ばしたんですけど、なんかね、相手が、ローリングババリアンですね。ロリババを持ってる場合は、タルババ。横、なんか左右横にずらして、一マスずらしてあげると、相手がね、タルババをミスりやすいとかがあって、あと、ユニットで受けてくるときとかは、基本的にね、手前の方がいいっすね。やっぱユニットこう、スケルトン部隊さっきもなんですけど、後ろにやっぱ出しやすいので、前に出すと、なんかね、数発入ります。さあ、で、これ矢の雨があるのかな、相手。さあ、メガニートですね。で、プリンちゃん、矢に打たれてね、タワーとダメージ受けるの嫌だよっていう方は、こう、しっかり逆サイドに出してあげてね。さあ、真ん中に寄せながらね。こう真ん中に寄せとけば、もう、最強ですから。で、よいしょ。よいしょ。あ、こう、スキーが竹取ってね。スキーが竹取ってね。で、ここはもうね、テスラが残ってるので、大抵ダメージ入らないですよね。で、正直、余裕があったらロケ削りでもいいと思うんですけど、いや、僕はね、ちょっと、ロケ削り、あんましないタイプっすね。なんか、ロケ削り怖くないですか?なんか、ロケ削りしたいんですけど、その瞬間にこう、やっぱね、攻められるとかやっぱ怖いので、これ、ホグ枯渇、ホグバレルっていうね、デッキでもあるので、ちょっと。で、これ、ウッドはね、ちょっと取っときます。で、どうせ矢の雨でプリンチェ行かれるんで、端前から行ったりしてね。ほい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 。で、テスラ置いて、いや、もう回転がね、いや、相手がね、追いつけてないっすね。で、あともう、もうちょっとロケ削り範囲かな。テスラ置いてるんで、相手のホグも通らないですし、さあ、これ、端前プリン行きましょうか。いや、もうこれがね、チートぐらい。ほんとね、端前プリン、禁止でいいんじゃないっていうぐらいね、マジ強いんですよね。端プリ。そう。いや、マジでぶっ壊れですよね。だって、確定1、ね、確定ダメージみたいなもんですよ。これで。さあ、確定ダメージで、相手はね、ここに矢とか、ユニットでね、対応しないといけない。ああ、一発入ればロケっすね。ナイス。入らなくてもロケでしたね。いや、これがね、強いんですよね。結局、相手がウッドとかヤナメ持ってて、ゴブリンバレル入らなくても、端前プリンで一生削れて、一生テスラで守れるので、結局勝てられるんですよね。それがね、枯渇の強いところっすよね。いや、もうマジでね、
なんか最悪最後にロケ削りすればいいんですけど、まあそれまでもハッシュマイプリンで攻めまくって、でハッシュマイプリン相手が警戒してね、コストとか使ってくれたらそれでもうエリアドみたいなねことができるので、さあコカツミラーか、これもハッシュプリで攻めまくります。ウッドでお互いゴブリンバレル入らないので、じゃあどこで障害がつくのってなった時に、もうあのハッシュマイプリンゲーですね。で回転で、あースケバレちょっと落下ダメとかね痛いっすからね。これ相手ウッド回ってないんでね、もう攻めちゃいます。回ってる、あスケルトン部隊いんのか、それちょっと話し合いな、それちょっと嫌だなと思いながら、プリンフキアのスケバレバレバレっすね、古いっすね、うん、なんか全シーズンぐらいに流行った。さあバレバレ枯渇でございます。もうプリンで、うわープリンで削りたかった吹き矢かな。いやいい位置の吹き矢だこれがまた。まあテスラで受ければ相手もねスケバレ飛ばしにくいんでね。でスケルトン部隊いたな、だからゴブリンバレル単体でやってもスケベで守られるかウッドで守られるんで、攻めウッドをしなきゃいけないっすね僕は。あーまあロッキー削りっていうパターンもあるね。うん、まあでもエレスピ飛ばすのが結構安牌かもね。よし、ウッド使ったら、まあ、ウッド。もうウッドね。ああ、一発入ってくれてありがたかったけどな。さあ、一応これ、ハッシュマイプリン警戒しとかないと。いや、そうっすよね。ハッシュプリンマジ強いんだよね。さあ、これちょっとワンテンポ待って、しっかり全部掃除してもらってね。いや、いいね。いや、いいよ。で、吹き矢がちょっと嫌だったが、吹き矢。いや、これ入らねえな。いや、ロケ打つか。まあ、LSP。で、ハッシュマイプリンか。いやー、まあ、なんとも言えない。なんとも言えないけど、悪くない、悪くない。結局、ハッシュマイプリンのこのダメージがね、こう当たってかかってきますから。さあ、ウッド。テスラ置いてるよ。最強テスラね。最強テスラ置いた。どこに竹取ってんだ？ああ、オッケーオッケー。いや、これ、多分、ゴブリンバレル僕、出さない方がいい。新しいですね。これ、もしかしたらですけど、この枯渇対決において、さすがにゴブリンバレルは、相手のスケルトン部隊で美味しくいただかれることになるので、ゴブリンバレルは飛ばさなくていいっていう、新しいパターン見つけました。で、相手ウッド使ったけど、結局スケルトン部隊あるので、そうなんですよ。飛ばさなくていい。で、ロケ削りですね。守って、さあ、ロケ削り。いや、来た。いや、もう正解ですね、これ。まあ、ハッシュマイプリンでもいいんだけど、まあ、ハッシュプリでもいいけどな、正直。いや、もうロケですね。いや、これが正解だ。いや、新しいですね。よし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 。で、テスラ置いて、もうこの辺にね、ポンって。で、ハッシュプリはインフェあるんでね。インフェあるんで。いや、それを抑えてくれたら、さすがに話が変わる。スケルトン部隊は持ってるから、待って、バカモン、バカモンが、さあ、いや、一生ハシプリ警戒して、スケブ持ってる間はゴブリンバレル飛ばさない。まあ、ハシプリで攻めるのはありっすね。いや、左向かないでくれ。いや、ナイス。いや、これっすね。でさ、ゴブリンバレルも飛ばしながら。いや、来ましたね。回転が早いんでね。あんたも無視してロケ2周ですけど、まあ、ちょっと怖いので、テスラを置きます。テスラを置いて、ハッシュマイプリン置けない。さあ、相手もね、暇でインフェ置いてますけど、そんなんしちゃうとね、もう、こっちのね、さあ、ペースですね。まあ、これはもう、スケルトン部隊割いた、ウッド使いたい、よし、ローケ削りと。いや、もう、これっすね。結局、好きなことによって、回転が早いから、今回はね、もうロケットを無限に回した。で、相手がウッド消えないなら、マジゴブリンバレル無限に回す。プリンセス無限に回す。みたいな感じで、やっぱ回転速いと何か一枚刺さるカードがあれば、それを活かすことができるんですよね。まあ、それが今回ロケットだったっていうことで、もう守ってロケ削りですね。せっかくね、まあ、このデッキ高回転なので、プリンめっちゃ貯めたいですね。さあ、よろしゅーん。いや、プリンよね。たくさんね。まあ、自然と溜まっていきますね。プリンセス出して、ゴブリンバレル飛ばして、相手が対応してきたのを、まあ、スケ、LSP ウッドで対応して、もう一回プリン出す。
を繰り返せば、まあ、勝手にね溜まるのは溜まる。さあ回していきましょう。できるだけもう低コスト低コストでいきたいですね。無駄なユニット出したくないので。あ、で待ってくんのか。めっちゃ待っていますね。さあメガギャン、メガギャン、ゴレラバー、まあ、ジャイロイもまああるね。ぽいぽいぽい雪はスケラですね。まあ、間違いなくスケラでしょう。まあ、ナイトアーチャーメガゴムートとかのスケラなのかな。さあ、バルキリー。さあ、スケラですね。まあ、これはちょっと逆サイドを攻めていきたい。おー、これテスラで。迫撃スケラっすね。これ、同彩どうなんだろうな。まあ、とりあえず、ゴブリンバレル飛ばしときゃなんとかなりそうな相性な気がするので、積極的に飛ばしていこうかな。ぽい雪なんでね。プリンいっぱい出しつつ、飛ばしつつみたいな。さあ、あ、痛い。それ入らないでほしいな。もう延命したいけどね。延命したいけど、あんま無理にする必要もなくて。うん。いや、これもスケルトンラッシュ打たれるだけね、ちょっと安もんね。端前止めちゃおう。さあ、タワーがターゲット取ってしまうと、スケラが入るかなと思ってね。さあ、いや、バルキリー雪で意外と守れちゃうね。さあ、テスラ出したいが、外回りをすごいしそうだったな。よいしょ。え？ああ、焦る。で、プリン、行かれるものの、行かれないでほしかったな、でも。行かれちゃった。いや、バレルがやっぱ入るね。迫撃の受けが無事な、このデッキ。迫撃がね。さあ、これ、ロキ打ちます。ロッキー意外と優秀なんでね、こういうのスケルトンラッシュのね盾をね溶かします。でレスピで OK、 いいですね。であと端前プリン削りたいけど、まあこれは絶対テスラで壊せる。おお、絶対テスラで壊せると思った。え、待って、マジかよ。まあ、さあタゲ取りながら、いや、痛いよ。痛いけど、迫撃一発ぐらいなら許そう。で、ゴブリンバレルで攻める。この攻めることをね、やめたらダメですね。よいしょ。さ、2発。いや、端張り、いやがったーっていかなかったんだよ、俺。よいしょ。おー、いや、怖すぎ。マジで怖すぎ。さ、テスラ置く。ちょっとね、一回丁寧に行こうかな。いや、ここさえ壊してしまえば、あと LSP とね、ウッドで、でも入らないですね、相手の攻めは。いや、いいね。で、ウッド削りの、うん、まあ、雪で防衛と。まあ、次のロケウッドぐらいでいけんのかな、俺は。さあ、ロケをね、めっちゃ防衛に使います。いや、これが強い。そして、テスラ。で、端振りは、ワンチャン読まれてる説がある。うん。オッケーオッケー。これもゴブリンバレル飛ばして、相手はスケルトンラッシュ打ちたいし、なんかね、いろいろ出したいと思うので。さあ、テスラを出して、ウッド。え、待って、テスラなんか、弱くない俺の。ロケ、370。さあ、ナイス。というわけで、まあ、なんか、迫撃の受けがちょっと大変だったんですけど、まあ、しっかりね、ゴブリンバレルでずっと攻め続けたのはね、大事かなと思いました。丸。いや、もう全然プリンたまんないね。いや、なんかさっき使ってて、めっちゃなんかいい感じだったんですよね。それを動画にちょっと残せないっていう。なぜ ?Why? さあ、吹き矢、ここ買っちゃうんすね。まあ、バレルはスケールスピでね、ちょっと完封しつつ。うん。いや、プリン、いや、ロケ打っちゃうかな。コカッちゃん対決なんで、いや、やりすぎか?やりすぎな気もするが、ああ、全然コカッじゃないやんけ。マジかよ。あ、マジかよ。全然枯渇じゃねえ。いや、マジかよ。わ、終わった。マジかよ。マジかよ。そんなことある。おい、なんでじじい来たんだよ。しかも、ウッドがねえ。なんで?そん、あ、ウッド使ったのか、不健に。えぐ?必殺技やん。ああ、マジかよ。どっからどう見ても枯渇だったんだけどな。痛すぎですね。
ね、これでもう初手ゲーだ。やってもた。もう俺が攻めたら悪いのか、そういうことか。さあタゲ変えてく。いやでも私はまだ諦めてはいない。いや入るね。いや入るね。いやあるぞこれ。あいつちょっと生きってるかな、スタンプで今1500。相手のロイを守りながら1500を削らなきゃいけない。いや痛え。初手ゲーしたらこんなに痛えのか。相手多分ねスペルないんですよ。だからこれプリン食べましょうか。プリン貯めて貯めて貯めていこう。貯めていかんじゃね勝てないっすね。さあプリン貯める。いやいい吹き矢だな。おマジかよ、吹き矢だけ極めてるやないか。さあうん、いや入る入る。いやでかいでかいでかい。マジでワンチャン、マジでマジであるぞ。で今あのスケブ使ったな。いやワンチャンあるぞ。40秒でしょ。最悪ロケ削りもある。いや目がないといんのかよ。マジかよ。出てくんじゃねえよ、そんなカード出てくんじゃねえよ。さあテスラ置く。うん許容ロケ、ロケっすね。あれ、ロケで落とします。ロケで落として、ロケで落としてからの、これ耐えます。やばい。やばい、耐えて。テスラ使っちゃった。テスラ使っちゃった。テスラ使っちゃった。よいしょ。いや耐えれる耐えれる耐えれる。いやマジでワンチャル、マジでワンチャル。このプリンでね、プリンの必殺技でいこう。プリンゲーミングしよう。プリンゲーミング今から。さあプリンゲーミング開催して、いやプリンゲーミング開催してほしいんだけど、2体おバカー。マジかよ、なんでそこで行かれんだよ一緒に。さあうっと、おい、いやワンチャンあるぞ、マジでワンチャンあるぞ。さあバレル飛ばす。マジでワンチャンあるんだよな。で真ん中ロイじゃいい。えウッドいらんか。よしプリン貯めて。さあ LSP、 いやマジでワンチャンあるんだよな。ワンチャル、マジでワンチャル、本当にワンチャル。間のプリン厄介。いや甘えてる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 。許容。いやマジでマジでマジで来た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 、ほら見たこと。おおマジかよ、勝ってもうた。えマジかよ、プリン本当にいっぱい出せたわ。来た、いやこれよ、これ言うしたかったのよね、本当に。相手がスペルない時のこのプリンセス無双よ。よっしゃー、できー。いや、マジで、ね、奇跡まであるっすね。よく勝ったっすね。いや、でも、ここまで追い上げられるのがね、でかいっすね。しょっぱなマジで、気をつけてくださいね。あ、シャシャったらああなっちゃったな。マジかよ、って。あれね、なえますね。初手ワンパンされるとさすがにないので、ちょっと皆さんぜひ気をつけてください。普通の枯渇採掘なら、あのね、ロケは別に悪くはないんですけど、その後のなんかね、サイクルが良くなかったっすね。ウッド待って、しっかりなんかナイトエレスピとかね、守れたらよかったんですけど、そんな綺麗なサイクルでもなかったので。さあ、今回相手は、タルスケダクプリ。は遅延スキラかな。さあ、ロケ打ちます、これは。で今回遅延スキャラなので、まあロケ削りこれめっちゃ重要っすね。正直ゴブリンバレルは通んないと思っていいと思いますね。だって相手はタルババとトルネード持ってるわけですから、それはなかなか通んないんですよ。よいしょ、いやうまっ、めっちゃいいトルネードするやん。それは通んないわけですから、もうしっかりね守ってロケ削り。エレスピアスキルトンラッシュに強いんでね。いやタルルンチ分かってんな。そうで、スケで回転早いのもちょっと厄介ですね。
まあ、しっかりエレスピとウッドで守ってのロケ削りですね。さあエレスピが早いな俺のこれ。いやでも守れてる。で8枚プリン、うわーマジか。8枚プリン結構削りたいんですけど、まあまあまあそういうこともあるね。いやバレル飛ばしてもいいけどな、キング起動嫌なんでね。一回テスラ置きます。でベビー低めから出してくれないでしょうね多分もう。いやこれやっちゃおうかな。やりすぎやりすぎやりすぎぐらいがちょうどいいみたいなとこあるよな。テスラ反応してくれないかな。やりすぎでしたね。間違いなく。痛い。いや、間違いなく調子乗ったっすね、あれ。いや、あれ、あんなことすんなよ、俺。何やってんだよ。何やってんだよって、マジで。さあ、バレルマン飛ばす。これぐらいはいい。ただ、テスラ置いて、延命しながらね、このテスラ。めっちゃ遠目にプリン出していこうかな。さあ。いや、いいね。スケルトンラッシュが入らなければな。僕はそんなダメージ受けないですから。いや、この8枚プリン警戒も相手しっかりやってますね。いや、一発入る。でけえ。マジでけえ。なんならもうテスラここに置きますね。僕ぐらいになると。最強なんでね。テスラ。最強だから。よし。で、8枚プリン。8枚プリン。これっすね。ああ、相手もしっかり分かってるんですよね。いや、それがね、ちょっと。テスラ最強だから。いやマジで。でロケ削りもそろそろしたいっすけどね。さあウッドでバレル飛ばして LSP プリンプリンと LSP で耐えてほしい。いやプリンいやプリンいやナイスプリン。いやロケだな、多分守りすぎっすね僕。防衛にコストを使いすぎてるんですよ。あれはもうちょっと節約してロケ削りしたいね。うん、テスラ置いて、なんなら一回ロケボーイでもいいけどな。もう一個来たら、いや来ねえか。さあ、いやこれだけでいい。いやゴブリンブレイル、さては入った説ある。いやいい。でこれサイクルでワンチャンもう一周行こうかな。いやロケ削りでもいいんだけど。さあタレバはこれ回ってないですね。でこれ端前プリン入れ。お前こっち向くんじゃねえ、おいこっち向くんじゃねえ、後ろ向け。ナイスナイス、振り向き神。さあテスラ固めてでゴブリンバレルも一生っすね。回転早いのでゴブリンバレル一生回して端前プリン。いや間に合わねえか。いやこの端前プリン下手。さあやばいぞ、さあやばいぞ。テスラ置いて、でここも一生ね、相手攻めさせない。いや、ファイアバー削りいくんな、俺もロケ削り。これロケウッドで買ったんじゃね？あれ？落ちるよね？いや、いいね。いや、結局はもうね、回転が早いから成り立つね。いや、これはもう枯渇デッキじゃない。ロケット削りデッキです、皆さん。わかりましたか？はい、というわけで、いや、マジ今日激戦ばっかでしたね。大逆転もね、激アツだったと思うんですけど、ほんと最後まで皆さん、諦めないね。マジ大事だと思います。というわけで、まあ、今はね、もう回転が命ですので、まあ、このスケ LSP 型のね、高回転枯渇、皆さんもよければ使ってみてください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。